レアウェアと、はい、いただきました。 Nintendo Nintendo Presents Yeah Super Donkey Kong、 あ、タイトルだからキーキー回してた、というわけで、今回、我々、私デベソと、はい、私ドリルガーでドリルガーですね、はい20年前に出ました、スーパードンキーコングをプレイしていきたいと思います。はい、20年前ですか。ちょうど20年前ですよ。今年が2014で、だからこれ94年のゲームですか。そうですよね、94年ですよね、はい、ちょうど20年ですよ。それでね、はい、何の因果か、今のこの今年にドンキーコングの新作ゲームが、はいはい、あトロピカルフリーズっていう、ああ多分因果としては20周年とかそんな感じじゃないですかね。そんな感じでね、作られたと思うんで、はい、今回はその原点を見直そうということで、なるほど、このスーパードンキーコングをやっていきたいと、はい、まあ、元へ機材がなかったとそういう感じなんですけどもまあ、プレイとしてはですね、まあ、とりあえず最初自分がやって、死んだら次に、はい、じゃあドリュー君交代と、はい、まあ、死ぬごとに交代という感じでやっていきたいと思いますんで、はい、やっていきましょうか。それではやっていきましょう。はい、じゃあ、一番最初で、はい、そうですね、どうぞ一人プレイでやっていく、普通に、はい、一人プレイでやりましょう。はい、じゃあ早速ね、いきたいと思います。はい、よし、もうね、はい、もう順調にね、いきたいと思いますよ。そうですね、でも多少はラグアンプ感では、そうですね、ちょっとなんかよくわかんないですけど、なんかちょっと疲れが溜まってますけどどうしました、ちょっとね、タイミングがねよし、いいですね、ね、まあ6もあればここは十分じゃないですかね。まあね、はい、よし、おう、うん、あ、あ、そうボディーブロックの形だネズミが歩いてきただけですよまあこれを取ってプラマイゼロっていうことで、はい、ね、うん、はい、さあ現在ドリュー君がプレイしております。はい、危ないよっ。まあ言ってもね、このゲームを持ってきてくれたのは他ならドリー君なんで、はい、だから言ったらドリー君はもうすでにプレイしたことがあると。そうですね、自分は2と3はやったことあるんですよ。1はね、はい、ちょっと友達の家で友達がプレイしてるのを見たぐらいで、プレイ自体はそんなした記憶ないんで、あ、ほとんど覚えてないです。そうですね、だいぶ違いますもんね、はい、とりあえず今回はあのね、キャプテンクルールを倒すあたりをまあ目標として、なるほど、やっていきたいなと。おお、取りたい、取りました、いいね。でもまだ1はそのコングパネルを集めても一気アップするぐらいの感じですだよね。そうですね、それはどのシリーズでもまだ同じ。あ、でもね、その Wii のさっき言ってたトロピカルのやつは、はい、やっぱりコンプリートには必要な、ほら、あっという間に全て取れました、ね、はい、おっと、何やってた、ジャンプ、ナイスジャンプ、ジャンプ、オッケー、やりました、順調ですね、どんどん行こう、どんどん行こう、はい、まあまだ一面ですからね、はい、まあね、でもある意味ここでね、はい、ちょっと大変になってくるんじゃないかと。はい、ドンキーコングで思うのはやっぱりね、はい、暗いイメージがあってね、その画面がこれも暗さのせいですちょっと足元が見えてなかったですねうん、暗いですね、よっ、オッケー、あ、いいですね、いいですね、いいですね、あ、ディディは2階段か、はい、なるほどね、よっ、いけい、よし、飛び込みましょう、あ、踏みましょう、もう、あれ、あー、よし、よいしょ、ダーッな、平泳ぎみたいな感じで落ちてったね
頑張りましたね。空中を泳いでくれたんですけど必死にね、生きようとしてくれたんだけど、今度は回ったようにあれみたいに頭書いてますけど、そうですね、いや確実にこちらの心理を読み取ってくれるこの子あーつ、ダメだダメだ、ものすごいこいつに手間取るいやこれはなかなかの幕開けですね、はい、さあここで、あ、確実に K を取っておく感じですか、はい、あ、いいね、よし、掴みました、はい、飛んで、はい、いいね、いいっすね、はい、オッケーオッケーオッケー、確実にディディを助けて、助けます、はい、救助やりました、さあ、ここからね、ロープの要素が出てきますからね、ロープ、要素なかった門前払いみたいな感じ入場料ありませんみたいな感じ危ない、あ、こいつ回転中もダメなのか、はい、危ねえ、ナイス、危ねえ、ああって感じですよね、バカにビビった感じちょっとこれは、はい、意外とやっぱね、自分思うんだけど、ドンキーコングシリーズ、自分はね、やっぱり、はい、ワン、ツー、スリーの順番にね、難しくなってってる気がするんだよね、ああそうですね、でもどういうか言うには、あの、3、2、1と難しくなっていくと、いえ、逆です、1の方が一番難しいと、あ、あ、難し、あ、そう、そうですね、あの、1がやっぱり比較的簡単っすかね、ねえ、3が難しいって感じ、難しいですね、あ、そうなってくるともう完全に真逆な感じになってくるんですよね、3も確かにその難しいところは多少あるけど、進み具合の推進具合でいったら自分は3の方がやりやすいかなっていう、あ、マジっすか、イメージがあってね、まあひょっとしたらいずれね、3とかやっていけたらいいなと思うんですけど、はい、3のいいところっていうか、まあ、なんだろう、途中でなんか別のコースで遊べるみたいな、あ、なんだろう、そのドラクエでもう勝手にどんどん先なんかイベントを置いといて先のステージ行けちゃうみたいな、あ、まあ行ったとしても特にイベント起こらないんだけどみたいな、はいはいはい、その3面と4面だっけな、それがなんか一気に行けたりしたイメージがあるんだけど、あ、はいはい、そうですね、そうですね、 そういうのとかやっぱりいいなって思うよね、あ、これはもう一本道ですもんね、そうなんだよね、まあそれもそれでいいのかもしれないけど、はい、いやいいね、どんどん走行行ってるうちに、どんどん、はい、そうですよ、お、来たんじゃないか、これは、さあ、晴れました、これの G はどうやって飛んだろうね、 G はこれですよ、あ、ここにこれ登って登って、てか、この穴何なんだろうね、なんか、ありつかみたいな感じのそうですね、どこに続くのやら、まあさあ、これね、クランキーをガン無視してクレムリンの洞窟へ行くと、ちょっとクランキーはうるさいですからね、何もほぼだんまりでしたけどさあ、よし、非常にジャンプの軌道を、こいつのジャンプの軌道が本当、自分は未だになれなくて、あさあ、ここで、あ、でもすぐにね、DK バレルが、はい、じゃあこのバレルを取ると、お、ボーナスに行くと、はい、ちょっと、あ、なんか一通みたいな感じですね、そうっすね、あ、てか一通だね、もう完全に一通ですね、あ、さあ、いいんじゃないか、残機も増えて、はい、オッケー、確実にワンの難しいところ、あー、はい、穴がね、ちょっと分かりづらいんだよね、あ、特にこの洞窟なんかさ、はいはいはい、だそういった面も含めてちょっと暗いイメージがあるっていう、あ、なるほど、そうね、ドンキー1のその辛いところって、はい、他に比べてセーブ、最初のセーブポイントが結構鬼畜だよねそう、どういうことですか、だってこっからあと2つか3つぐらい、クリアしないとキャンディーいけないじゃん、はいはいはい、
だってもう倉庫してるに残機ゼロだからやばいよ、また最初からになっちゃうからね。弱い、あそれは嫌ですね。この最初からは相当ね。あ、オッケーオッケー、残機増えた。あ、いいね。はい、ちょっと取っときましょう。やっぱりあの全部のコンプリートするにはこういったボーナス面もクリアしていかなきゃいけないと、はい、そうですね。まあちょっとあの今回は訳あってあの全部はいきませんけれども、そうね、まあとっとっとね、キャプテンクルールをクリアして、はい、次のゲームいきたいね。はい2とか3とかやっていきたいな。はいはいはい、次は、あーぶー、あーありがとうございます。完全に膝が顔面に当たったような感じですか。危ない危ない危ない、ここは気をつけていかないと。あいやいやタイヤのタイミングがね、ほんと難しいんですよね。はい、その辛さがね。はい、あー危ない、いいですよいいですよ。なんだ今の動き。あ、ここやっていきましょう、通っていきましょう。ん、ここ、はい、そこです。あくそー、ディディであれば、ディディであれば、あ、危ない、くそ、はい、はい、あ、あ、じゃ、くそ、ちょっとね、タイミングが、じゃ、あれな、あ、ちょっとね、タイミングくそ、このジレンマが、うわい、てか、自分より他の人たちの方がジレンマ感じてるんだろうけど、もう、早く進んでくれないかなみたいな今までがさっきから全くしないからいやこれはね本当に理由があるんですよ皆さん。はい、はい、そうなんです、そうなんです。あれ、おーおー、これじゃあえそのままジャンプでいけなかったですね。いや、そういう検証するままなく落ちましたこれそろそろライフないんじゃないですか。いや、でもさっきのあれがあるわけで、まだありますね。あ、よかった。 OK、 落ち着いていけばなんということはない。はい、まあ、さっきから死んでるけどお、待って、これはまさかこれを使ってドーン、いったー、まあ、いました。はい、これさらにね、残機増えますよ。そうですね、ちょっとこれ毎回ここに通って行きつけになっといて、あ、プラマイゼロにはしておきたいですねいいね、お、持ったまんまお届け物みたいな感じ演出というかさ、あの、はい、その洞窟の上のなんかつららみたいな部分 にうまいことなんか残機とか上の表記が隠れたりするのがなんかドンキーらしいよね。はあ、いはい、他のゲームだとやっぱりあの通透過っていうんですかね、そんな感じで見せてきますよ。ああ、なるほどなるほど。それをドンキーをあえて映さない、映さないという、その自然を生かすみたいな感じの、ああ完全にぶっすりといったラッキーっす。いいね。はい、一面だからね、まだそんなあれが変なことにはならないと思うけど。そうっすね。おお、あー、違う、当てられなかったあ、投げたかったんだ今。はい、あ、違う、おお、これこれこれいけ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 、よしなんという人柱ならぬドンキ柱ドンキひでよ、あバチが当たりましたね完全にバチが当たったね兄貴を、兄貴なんですか、はい、種族は違うって言ったらしい。あー、びっくりした、あーちびったこれ2はあのガールフレンドだったじゃないですか、あのディクシーが、ディクシー、はい、はい、これドンキはどういう立場なんですかね。あー、まああの設定としたなんかキャプテンクルールのやつらがなんかバナナ盗んだから弟分引き連れてなんか、はい、か解散回こらみたいな取り立てみたいなことをあーあ、なるほど、そういう感じだよね。そっか、グループのじゃあ
射程なんですね。だと思うよ。そういうなんか強打。あれ初めて見るステージですけど。はい。あ、大して言った意味がなかったですね。この程度のバナナじゃ。あれ上の方にも出しまった。ごめんなさい、あのタイミングがないで飛べませんでした。なのに上からっていう。はい、あ、出た、また DD 柱ですね。さっき兄貴が言ってもらいました。足がみたいな。ああ、なるほど、これ自主的に行ったんですね。あとバナナ1個あれば、1キャップできるよ。いきます。はい、おめでとうございます。そんな一呼吸をほどのことじゃないと思うけど。よく知ってるね、こんな場所にバナナがあるって。いやー、101% やってたのは伊達じゃないですよ。そうなんですよ、彼 101% やってるんですよ。あ、 101% やってたんですよ。 101% やってたんですよ、一応。もう過去の栄光みたいになってますから。101% になったのは昨日ですよ。とびくさー、毎回びっくりするな。 OK! ダメでした、ダメでした。あー、やばい、これは、ゲームオーバー。そう、ここあの顎の部分に蜂が刺さったんだろうね。そうでしょうね。というわけで、じゃあまた、最初からやっていきますか。あー、セーブしてないんだ。キャンディーまで届いてないんでね。はい、じゃあちょっとここでね、16分ぐらいか。じゃあここで一旦、区切らせてもらって、はい、次のパートはまたさっきの場所から戻りますんで、はい、次の回までお会いしましょう。はい、さよなら。お疲れ様でした。